ホーエンツォレルン橋は、ドイツ、ケルンのライン側に架かる鉄橋である。1859年に、ケルン中央駅の開業と同時に開通した、ドーム橋が増え続ける、輸送量に対応できなくなり、橋の架け替えが計画された。1911年、旧橋の北側に新鉄道橋、南側に道路橋が建設された。数年後、旧橋は解体され、 もう一本鉄道橋が建設された。これで鉄道は複々線となった。道路橋はトラムの線路が敷かれていた。橋脚には装飾的な建物が付属しており、大聖堂と調和するように設計された。第二次世界大戦中、橋は爆撃機の攻撃目標となっていたが、1945年初頭までは損傷は警備で使用可能だった。 しかし、3月に入ると西から、アメリカ軍の地上部隊がケルンに侵入し紫外戦となった。ドイツ軍守備隊は撤退直前に橋を爆破した。1948年、仮設の橋が架けられ、修復工事が開始された。道路橋と装飾的な建物は撤去された。1959年、修復工事は完了した。 1975年に S バーンの運行が開始され、運行本数は増加していた。このため、ケルン中央駅にプラットフォームが増設され、方園ツォレルン橋向北側に新しい鉄道橋が建設された。この橋は既存の橋と全く同じデザインで設計されているが、鉄骨の連結部はリベットの代わりに溶接で接合されている。 工事は1989年に完了した。現在は歩行者用の通路があり、徒歩で渡ることもできる。ホーエンツォレルン橋はドイツで最も列車の通過本数が多い橋で、ケルン中央駅とケルンメッセ、ドイツ駅を結んでいる。橋の欄干に愛の南京城が大量にかかっていることでも知られる。ライン側右岸から望む方園ツォレルン橋。ありがとうございます。